はいそれでは今回はちょっと久しぶりに「ザ・ワイルド・エイト」の実況をプレイしていきますちょっと前にすごくね大きなアップデート「ビヨンド・ザ・ドア」っていうのがね入って新しいクエストとか新しいボスうんとかスキルとか作れるものが追加されてなんかねそのボスとかに石ころ まだ通じるのかかなとか <laughs> そういうのが気になってもう少し寝かせておこうかなと思ったんですけど、えー、ちょっとねまた皆さんと一緒に楽しめたらいいなと思って再開することにしましたで大きなアップデートそしてザ・ワイルド8は早期アクセスということで以前のねコールくんのデータははい消えてねなくなったということで <laughs> <laughs> また初めからプレイしていくことになるんですけれどもなんかね僕この8人の中だとなんでかよくわかんないんですけどコールがね一番気に入ってるんですよね他のキャラクター使ったわけでもないんですけどなんか見た目がいいなと思ってでもさすがにね、えー、今からまた新しくプレイするのなら違うキャラクターの方が楽しいような気がするんでなんか能力だけ見るとこのアンナ作った薬の効果が2倍になるとか あと、ビビアン。取る、取れる木材とか、石の量が40%アップとか、いろいろ、えー、いい能力を持っているキャラクターがいるんですけれども、まあ、今回はね、このジェフリーでプレイしたいと思います。ジェフリーは手先が器用なので、作成したアイテムの耐久度が25%アップという、うん、良さそうですよね。ということでまた、この雪山で目覚めます。あ、チュートリアルからですよね。 始めからなでであ、あもチュートリアルスキップすするっていうのがありますねよし、スキップ。よし、いいぞ。ちょっと缶詰集、集めとこう。どんな話かざっくり言うと、ご覧の通り、飛行機、不時着して、アラスカの雪山、えー、遭難してる状態です。ここから生き延びることができるのか、ジェフリーくん、そんなことだと思います。<laughs> でえー、っとシェルターとかをね、えー、建てることができるんですよねまずこのテントを立てますテントはねこの石の上にね設置するのがいいんじゃないかなって個人的には思ってますよで素手でまずは木を集めていくんですけれどもテントの他にね作業場っていう施設があってそこで便利なアイテムを作ることになります であのー、最初からプレイすることになるのでまたスキルとかがね全部ゼロからで、まあ、このゲームレベル上げみたいなね要素があるんですけど、まあ、今回のね「ねビヨンド・ザ・ドア」で6番目のスキルも解放されてつまりはシェルターをレベル6まで上げることができるっていうことになっていますでシェルターの、ね、レベルアップには、えー、資源を使うんですよね 木とととかかか石動物の皮とかあとえっ、ー、とこれなんだあれこんなのあったかなあと鉄そう使ったかもしれない鉄かな鉄を作ることができるんですけどうんそんな感じでアップグレードすることで使えるスキルが多くなっていきますでやっぱりその最初からになるのでそのちょっと前回までのねコールくんのやつを見てくれてる方はわかると思うんですけども ややね、地味なことになってしまうので、こういった時は、久しぶりに、あの力をね、使うしかないかなと思ってます。はい。ということでね、いきますか。おーうーんでやー、ーおー てやー雪山春の肉まつり <laughs> おお暗いうん寒いおおということでね晴れてジェフリーくんもおよそ1分足らずで。 以前のコールくんと同じような力を手に入れています <laughs>、えー。テントをね、レベル5までアップグレードして、まだレベル6まではできてないんですけれども、ちょっとね、スキルも変わってて、この木材収納術とか、鉱石収納術、まあ、1つ、えー、80個ずつ持てるんですけども、まあ、その量が増えていくようなスキルとか、あと、移動中の防寒が向上するウォーミングアップ。 とかですねあとはあこの靴ケア用品靴が長持ちするようになるとかそういったスキルが新しく追加されてます、まあ、その代わりなくなったスキルもあるんでしょうけどここに何があったかをちょっとねもう僕覚えてないので <laughs> でもなかったですよね靴ケア用品とか多分この辺はあのー、体力の回復速度だったとかなんかそんな感じだった気がするんですけども え次のアップグレードには、えー、木と石が120と革が6であと鉄ですかねが3ついるようになってるような感じになってますあと持てる量が増えてるアイテムがちょっとあって肉とかがね8個持ってるようになったり薬草が、まあ、10個とかなんかそれぐらい持てるようになってますねで こっちも、えー、グレード5までアップグレードしてて、ここもレベル6まであるので、新しいアイテム、えー、鉄の槍とか鉄の矢、強化版鉄の斧や、えー、鉄と毛皮のブーツ、トゲの罠、そして追加バッグなんてものも新しく作れるようになってるみたいです。こちらはちょっとだけ材料少なめですね。石155。 1> えー、鉄1ってことで、えー、そんな感じでプレイを進めていますだからどうしようかなうんーまあ鉄はすぐ作れるんですけどそろそろねちょっとストーリーの方も進めていかないとなんかこうおかしなことになりそうなんで <laughs> 装備はね鉄の槍装備してますで木を巻きつけて頑張ってるところですね ジェフリーはジェフリーでなんかちょっと顔が、まあメガネかけてるせいかもしれませんけども、割と、いでたちが怪しい感じではありますよね <laughs>。でもちょっと骨の槍が壊れそうなんで、これはちょっと装備を外しておいて、これ投げておいて、あとね、なんか鉄の、その、剣かなとか、鉄のメースがちょっとダメージが、 強くくなななななっってるよううう気ががししまます、うんベアバトルクローもそうかななか骨のの槍が少しだけ弱くなったのかな、まあでも使いやすいのでまだこれを装備しておこうと思いますで、まあ、夜のうちにスタートしてもいいんですけどこのストーリーをね進めながらどんなところが変わってるのかなってことを今から見ていきたいと思いますいやーもう2時間弱プレイした気分にはなってるんですけど <laughs> まあ動画としてはまだ10分もいってないかもしれませんね。えー、今、13日目ですね。なので、あの前回プレイできなかったサブクエストとかもプレイしていきたいなっていうふうには考えてます。はい。ということで、梱包。これ、梱包してね、えー、持ち運び可能なんで、えー、肉とかがばらまかれてますけど、ちょっと途中遊んでたからな。 お肉焼くのでね。<laughs> はい。なのでちょっと、えー、東に立ち上る煙を調べに行こうということで、東の方に走りたいと思います。だから移動速度もね、ダッシュすればかなり速い。っていうことにはなってますね。ちょっとそのスキルの調整とかもあったみたいで、うん、あんまり使えなかったスキルも便利に改善されたり。 強すぎるスキルはちょっと弱くなったりっていうことはあるようです。はい。で、東ってどれぐらい東かなもうちょっとか。結構、うわ、痛いてっえ痛い。落下ダメージこんなあったっけ今ので死んだらやばいよな。<laughs> 多分ね、死んだらスキル全部リセットなので、ああ、そんなあって。 えー、尾翼付近で何か役,役に立つものこれですねバッテリーを見つけます発電機で今から発電機が使える場所を調べていくんですけどそれも確か東の方にあったかなあったあったあったでこの辺りでオオカミと遭遇したような記憶があるんですけどあやっぱりそうだよし来いオオカミよっ強い てかさっきのダメージが残ってんのか。あ、やば。やっちゃった。こんな感じで石ころを投げながら、相手を傷つさせて、戦っていく。っていう感じです。で、主な回復アイテムは、焼いた肉です。<laughs> 焼いた肉、ぐいぐい体力回復していくんでね。じゃあ発電機を入れて。あれなんだ憩いの我が家。なんか、バグってる。その、 なんか、クエストのあれがこっちは君の直感がこの中には何か役に立つものがあると言っているなるほどえー、っとあれ何するんだったっけさ作動させてあっ多分これねサブクエストのこと言ってるんですねメインクエストは、えー、電線が通じてる場所を突き止めようでこれサブクエスト憩いの我が家 えー、厳重なゲートで閉鎖された施設を発見したってことでサブクエストはこの青いマークだと思うんでこれになるのかなでも北西って書いてあったからこれ北東なんだよなでも一応この青いとこに行ってみましょうちょっともしかしたら日本語訳が間違ってるかもしれないし一応そのゲーム内のマークの方 信用しておこうかなと思いますあ、移動スキルポイントがプラス1。うーん、厳重なゲートで。あ、やっぱ、ここだ。青いマークが、やっぱりサブクエストになってるみたいですね。あれどっから入るんだあ、右手かな右手っていうか、ここかなえー、え、違うこれ、回転させた方がいいかなマップ回転させると、あ、これか。スイッチを押そう。 ゲートは開いている、はいるは何か役に立つものがあるらしいですよんあ違うマップに入るの何も見えない電源はどこだろう確かに何も見えないく暗いぞかなりああれかなこれか電源がないサブクエストはサブクエストでなんかちょっとこんなしっかりした別フィールドとかあるんだなこれか 電源がな,いなんだとこんな暗いままで進めるわけにはこれか作業台えすごいレベル5までの何かを作れる作業場とはまた別なのかこれビビビ宝箱すすげえ家としてちゃんと機能してる ここで暮らしてもいいのか電源ないけれどえー、どこ <laughs> おこれかなもし時間内にボタンを押せてなかったらどうなっただろうってん何のことだこれじゃないのかうーんこれっぽい雰囲気あったけどあこっちかな謎のエラー 電源がないあなんか青く光ってあこれかあ発電機は再起動したおお第二予備炉制御装置えー破の電力を復帰するために第二予備炉を起動しよう起動する原子炉は不安定だ原子炉の動作状態を保つために33日ごとにスタビライザーを起動しよう放射線のレベルを安定させようえなんだこれ これで電源、一応入ったのは入ったのかなどこのどのシェルターのゾーンが立ち入り可能か調べよう。はい。カフェテリア。メンテナンスのために一時的にオフライン。ふん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 。なんか、不安定なものにスイッチ入れちゃったか <laughs> 暖炉もあるしな。ここを入れる。メンテナンス一時オフライン。 ちょっと視点をくるくる変えてみてうーんーここを入れるかなえここどういう施設だお開いた遺伝子組み換えトマトの種菜園の苗床に種を植えよう種を植えるメロン種を植える唐辛子えーディルディルって何ネギ人参 トマトこれだはい植えた収穫までの日数8目覚めの時が来ました急にジェフリーが宗教チックな <laughs> 発言 <laughs> シェルターの他のエリアに行くために鍵を見つけようおお。ここらあこのロッカーの中とかにあるんじゃない宝箱宝箱えなんだこれ自分の家みたいな 自動キッチン。すごいガーデンサラダ。エネルギーサラダ。ロイヤルロースト。キングサイズ。えー、こんな栽培要素まででもトマトの種しか持ってないんだよな。人参の種も植えたい。どっかで手に入る <laughs> 鍵がどっかにあるって言ってるから。 ちょっとまた探索しますけどそうかそうかそれで作業台とかあんのか食べ物がないとそう長くは持たない大丈夫肉は大量にあるでえー、っとフィットネスルームキーが必要だ宝箱は開いてない開いてるけど何も入っていないキーねいやこれ本当にかなりの時間かけて 部屋見たんでですすけどないですね見当たらなくってでもテレビをつけてみたりあとギターベボボロロンって弾けたり <laughs> あとこの家の中のマップを見ることができたりで動作中の原子炉の状態ってことで33日 中の1日が経っっててますすよいいうことみたいですだから33日間は大丈夫ってことなのかなお肉食べます <laughs> だからこの家の中でずーっとお肉食べながらほんとぐるぐるぐる見て回ったんですけどなさそうですねあまたお肉食べちゃったやっちゃったえー、っとこれ 原子炉を動作状態に保つため、えー、33日ごとにスタビライザーを起動しよううんなんか33日経ったらまた何かやらなきゃいけないっぽいですねはい、ま、とりあえずちょっとメインクエストの方に移ろうかなこっちをアクティブ化しようとら、ま、われたとらわれの人々なんかマップを開拓していけば、えー、サブクエストの位置とかがどんどん明らかになっていくと思いますはい なので、とりあえずは、えっ、ー、と、前回と、前回っていうか、前と同じように、電線の位置をたどりながら、マップを開拓していきます。はぁ。まあ、こういうシェルターが、追加されたってことでいいのかな多分、前はなかったですよね。シェルターの屋根の上にアンテナが立っている。そのセリフはいつかも聞いたな。 よっよっ々こう動物倒してあの川をね手にいないといけないんですよねよっすさまじい速さやべっちょっと待ってそいつ倒してかにして狼出てくるとは思わなかったちょっといてっちょっとごリ押しちょっとごリ押し気味でもこのゲームあんまり戦闘でごリ押ししない方がいいです ろくななことにはなりません <laughs> えーっと、皮取って、肉、どうする肉も、まあ、もらっとくよっ。で、ちょっと、うろうろしすぎて、さっきの、家の中で、あのー、移動スキルのレベルが、2回ぐらい上がったので <laughs>、アップグレードしておきます。 まあ、シェルターとね、作業場を建てて、あと、このキャンプファイヤーとかも建てると、防寒もできていい感じですね。えーと、使った分の木材は切っておこう。